こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アワッド、好スタートを切りました。オフサイドトラップ、この馬も好スタートを切りました。ザルーブル、前に行きそうです。ロンドンフライト、それに続いています。さらにはアワッド、7番オフサイドトラップ、その後ろシャドーアンサー、後方に控えました。それでは先頭から、なんと先頭はオフサイドトラップ、これには場内からも歓声が上がります。デンエイト、すぐ後ろ並んで8番ザルーブル、セプテンバーハイネス、すぐ後ろ内からはサクセスリュー、キャプテンジェネラル、すぐ後ろ黒の帽子マニックアセット、その後ろアメリカンアルデル、そのうちに続いています。その外にエイティビーズン、青の帽子サマードーム、その後ろ最後方にシャドーアンサー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番ザルーブル、レースを引っ張ります。その外からロンドンフライト、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。オフサイドトラップ、早くも先頭ザルーブル、ほとんど差がありません。ロンドンフライト3番手、さあオフサイドトラップ、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オフサイドトラップ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はアワッド、残り 200m、 オフサイドトラップ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はアワッド、オフサイドトラップ今ゴールイン、段違いの強さです。オフサイドトラップ1着、2着はアワッド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はエイシンバーリン、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は西のフライヤー、懸命に追いすがります。やはりエイシンバーリン先頭だ。エイシンバーリン先頭、1馬身から2馬身のリード、エイシンバーリン粘る、ヒートウィナー迫る、エイシンバーリンもう一伸び、エイシンバーリン、エイシンバーリン1着、2着にはどうやらオートリフェイス、1番人気に応えました。エイシンバーリン見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はエイシンワシントン、あと 200m、 稲妻高尾伸びてきた、一気に捉えるか。川内トリビュート、川内トリビュート、抜けた川内トリビュート、もう一伸び、川内トリビュート、川内トリビュート、1着、2着にはどうやらギャラントバック、これが世界の実力だ。川内トリビュート